お。私の処女、もらってくれませんか？え？きっと一度エッチしちゃえば収まる気がするんです。お願いします。このままじゃチームに迷惑かかるし、それにもう私のおまんこ泣き出しそうなんです。も、桃井さん、先生の熱い腕に抱かれた時から。なんでだろう、今日の妄想はやけにリアル。キャー、涼しい。たっぷり遊んじゃいましたね。ゆりちゃんのあれで監督がいなくなったおかげね。あんな暑い中で練習してらんないっつーの。